これここまでやってここまでやって今日は終わりにしようかな。最後ね、草加組織犯罪ってなんだけど、これはまた次回に回します。お楽しみに。楽しい内容だからこのアメリカ兵の集団発願事件、これね、こういうこと。空母ロナルド・レーガンっていうのがたまたま韓米合同演習が終わって横須賀にいたのかな。それで 3.11 があって翌日に三陸沖まで急行してるわけ。まるで地震が起きることを知ってたからのように。でこれにはもう5000人ぐらいの兵隊が乗ってるわけ。それは船を動かす担当だけじゃなくて、いわゆる普通の兵士もいっぱい乗っていたわけです。でこれは原子力空母だから、当然ながら、被爆の恐れのある船ですよね。ところが被爆の恐れがあるっていうのは、例えば中のそのエンジン、つまりあの原子力発電機に関係する人とか、そういう人たちが主体のはずですよね。ところがそうじゃない。今回何十人もの兵士が被爆した発願してるっていう。そんなバカな。だってね、同じ条件のはずの日本人誰一人がんになってないじゃん。でどうして彼らだけがんになったの。おかしいと思うでしょ。リチャード・ゴシムさん、全然おかしいと思うんだけど、ああ当然彼らだけでしょうね。なぜかっていうと、彼らは三陸沖に急行したわけ。ロナルド・レーガン自身が、全部が。そこでちょうど海底核爆発が起きて、たくさんの放射性物質が海面に上がってきた状況のところにロナルド・レーガンは突っ込んだわけ。そうするとそのロナルド・レーガンに、乗っていた5000人の兵士は被爆するんです。トリチウムを吸い込んだり、まあ、場合によっては中性子線を浴びたりして、まあ、どっちだかわからないし両方かもしれない。でたったの3年しか経ってないでもうすでに数十人がん患者が出てる。ってことは5年経ったら10年経ったら下手をすると全員がんで死ぬかもしれない。こうなるともう隠蔽できませんよ。でそれが福島原発からの放射線が原因であると言うんだったら、日本だってたくさんがん患者が出てないとおかしくなっちゃうでしょ。で彼らはこう言ってるわけ。その友達作戦でもってその海岸のいわゆる救助とか清掃に従事した時に被爆したって。だったら日本人だって被爆してるじゃん。あアメリカ人だけは何弱いの、放射能になわけないだろうな。つまり被爆した場所が違うんです。福島の海岸べりで被爆したんじゃないんです。被爆したのは沖合なんです。三陸の、つまり海底核爆発が行われた調査なんです。でこれからこの問題必ず大きくなってきます。で今んとここの友達作戦参加の兵士が訴訟、数十人ががんになっているというふうに報じているのは、オレンジカウンティレジスターという、まあ日本で言えば水戸新聞ぐらいです。そういうのある水戸し日報とかない、日本ない、茨城市民、そんな大きくない、そんな大きくない。オレンジカウンティって言ったら LA のすぐ脇かなんかのちっちゃこい町だから、なんだろう、広報誌かな、まあその程度です。だけどこれさ、僕思うんだけど、 もしかしたらロナルド・レーガンの乗員乗組員全員がんだってかもしれない。5年経ったら、こうなったらもう隠せないですよ。そしたら一気にリチャコ氏の 3.11 の本が売れたりで僕は左打ち合いに右扇風機と、まあそれはそれで、でもねかわいそうですよね、がんになった人たちね、自分たち何も知らないんで。でもねこの話を聞いた時みんな思うわけですよ。このアメリカ兵ともふざけやがって、金が欲しいからがんになったって言いやがって。そうじゃない、本当にがんになってるんですよ。だって被爆してるんだ。でここまで分かってるのはリチャード・ゴシミズ、ワールドにいるから分かるんだって。普通の世の中の人たちは全く理解できないはず。このニュースを読んで理解できないと思う。なんでがんになるの、こっ
こいつは嘘ついてるに決まってるよ、全くアメリカ人はその程度の話。多分皆さんご近所とかご家族の B さんに聞いてみてください。必ずそう言うと思う。そうじゃないんだよと。そこから説明の糸口を作っていく。ただいずれにせよ5年10年すればこの話も隠蔽できなくなりますから。例えば5年経ってロナルド・レーガン乗組員半分がんになったらどうなります？いいかなんてももう隠せないでしょ。